デジタルメディアシティ駅は、大韓民国ソウル特別市イ大クと、浅浦区にある、ソウル交通公社、韓国鉄道公社及び、空港鉄道の駅である。デジタルメディアシティを略して、DMC 駅とも呼ばれる。また、当駅止まりの列車の場合、行き先表示器にはアルファベットではなく、ハングルで、と表示される。ソウル交通公社の6号線、韓国鉄道公社の経議。 中央線、空港鉄道のインチョン国際空港鉄道が乗り入れ、相互間の接続駅となっている。韓国鉄道公社の駅に乗り入れている路線は、線路名称上は、経備線であるが、当駅には、広域電鉄の経備、中央線電車のみが停車する。首都圏電鉄には、駅番号が導入されており、6号線は、618、経備、 中央線は K316、インチョン国際空港鉄道は A04 の駅番号が付与されている。各路線の駅をつなぎ合わせると5に近い配置になっており、上から時計回りに定義、中央線、六号線、空港鉄道の順に並んでいる。定義、中央線と空港鉄道の乗り場は離れており、乗り換えに時間がかかる。相対式ホーム2面2線の地下駅。 フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札口は北側と南側の2箇所あり、それぞれ独立している。そのため、切符売り場は別々に設けてある。化粧室は両方の改札外にある。出口は5番まであり、北側の改札口は1.45番出口に繋がっていて、南側の改札口は2.3番出口と繋がっている。ホーム中ほどに 中央線方面につながる階段とエレベーターがある。空港鉄道方面に行くには、南側の改札口での乗り換えを改札を通過後乗り換えとなる。乗り場案内上の乗り場番号は設定されていない。改札口プラットフォーム2面2線の相対式ホームが1面2線の島式ホームを挟む、形の合計3面4線の地上駅である。 ホーム中ほどに改札口につながる階段とエレベーターがあり、ホーム、笠駅よりに6号線方面につながる階段がある。化粧室は改札外にある。辰山方面に向かう電車は当駅を出ると地下に入る。乗り場4番ホーム、島式ホーム2面4線の地下駅。フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。対比可能駅であり。 通常は内側2線に発着するが、直通列車の通過待ちの際は外側2線に発着する。上りの終電は当駅終着であり、夜間大泊の後に上り、初電となる。改札口は東側と西側の2カ所ある。化粧室は改札外にある。六号線や京備、中央線との乗り換えは、乗り換え用改札を通過する必要がある。 乗り場案内上の乗り場番号は設定されていない。改札口プラットフォーム近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。なお、6号線の2000年は開業日の12月15日から12月31日までの17日間の平均である。 abcdhttp コロンスラッシュスラッシュ www.smart.co.kr スラッシュプログラムスラッシュトレーンスラッシュステーションスラッシュステーションインフォーレイニ JSP メントイコール001011002 001002アンドステーションイコール 2619ab ab 3.0 26ありがとうございます